皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1981年公開の、勝利への脱出。現代、ビクトリー。監督はジョン・ヒューストン。脚本は、ジェフ・マグワイア、エヴァン・ジョーンズ、ヤボ・ブロンスキー。主な出演は、シルベスター・スタローン、マイケル・ケイン、マックス・フォンシボ、など。ドイツ占領下の春の捕虜収容所で、元サッカー選手のドイツ兵と元英国ナショナルチームの選手である二人が再会。これがきっかけで、連合軍捕虜チームとドイツ軍精鋭による試合開催が決定。ドイツ軍の目的はプロパガンダ、捕虜チームの目的は脱走であった。というストーリー。サッカーとシルベスター・スタローンの組み合わせは違和感ありありだが、地味な内容ながら、脱走劇とスポーツを織り交ぜてそれなりに楽しめる作品に仕上がっている。サッカーの試合シーンにはサッカーの神様ペレをはじめ、プロの選手が出演していて華麗なプレーを披露してくれる。見終わった後も、肝心の脱出劇よりもペレのオーバーヘッドシュートが強烈に記憶に残った。ということで、評価は。サムザー。